モーツァルト、フィガロの結婚の誕生。第1回は、オペラ、フィガロの結婚を誕生させた男たち。レノッツェ・ディ・フィガロ、フィガロの結婚。これは、モーツァルトが作曲したオペラ、フィガロの結婚の初演当時のポスターです。 中中野武は、モーツァルト、天才のの秘密の中で、こう述べています。仮に器楽作品や宗教音楽が一曲も書かれなかったとしても「歌劇『フィガロの結婚』の作者でさえあればモーツァルトの名は音楽史に革命児として刻まれ末永く語り継がれることになったであろう」。 オペラ・フィガロの結婚は作曲したのはモーツァルトですがその誕生には彼も含め4人の人物が関わっています作曲者はもちろんモーツァルト台本作者はロレンツォ・ダ・ポンテ原作者はボー・マルシェそして 上演を許可したのは、新聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ二世です。まず、モーツァルト以外の三人について、見ることにしましょう。最初は、ヒガロの結婚の原作者、ボー・マルシェ。ヒガロの結婚が完成したのは、1778年。そして、コメディ・フランセーズが、 フィガロの結婚の上演を満場一致で決定したのは1781年ですしかしパリ市中での初演は1784年それまでフィガロの結婚の上演出版は禁止されていましたそれを命じたのは時のフランス国王ルイ16世です1781年ボー・マルシェは このの作品の検閲を申請し上演許可を得ます。しかしルイ16世は自分で判断を下すために作品を取り寄せ朗読させます朗読を命じられたのは王妃月筆頭女官カンパン夫人ですルイ16世は王妃マリー・アントワネットと共に カンパン夫人が朗読するフィガロの結婚に耳を傾けますこの時ルイ16世が示した反応についてカンパン夫人の回想録はこう記しています私が読み始めると国王はたびたび称賛や非難の声を上げられて朗読を中断なさったフィガロの独白の部分で彼は 行政のさまざまな分野を攻撃しているがとりわけ国内の牢獄をやっつけるせりのところでもって国王は激しい勢いで立ち上がられこう言われた「これは抱きすべきものだ絶対に上演は許さんこの芝居を上演しても危険で無分別な行為ではないということになるにはまずバスティー牢獄を破壊するのが先だろう」 この男は政府の中のあらゆる尊敬すべきものを愚弄している。では上演いたしませんの王妃がお尋ねになった。そう、絶対に確信してよろしい。と国王は答えられたのだ。そして、ルイ16世はすぐさまフィガロの結婚の上演及び出版禁止を命じられたのです。 ボーマルシェの「フィガロの結婚は」はフランス革命の同化戦とも言われるように旧体制アンシャンレジームに対する痛烈な批判が散りばめられていますそれは第5幕のフィガロの伯爵を批判する有名なセリフに端的に表されています「伯爵様よあんたには彼女はやりませんぞやりませんとも」 あんたは自分が大貴族だから、生まれつきの才能もたっぷりあると思っている。爵位、財産、地位、いくつもの肩書き、全部揃って威張り腐ってるんだ。でも、これだけの美味しい結果を手に入れるのに、あんたは一体何をしたんです。生まれるという骨を折っただけ、あとは何もしてないじゃないか。それに男としても平平凡凡、それに引き換えこの俺は、えい、くそ 名もない大衆に埋もれて、ただ生きていくだけでも、この百年来、スペイン全土を治める以上の博学ぶりと、計算の妙を発揮しなくちゃならなかったんだ。しかし、上演出版を禁止されたことは、かえって人々の興味関心をかき立てたようです。 宮廷から粛清されたことがかえって町中の好奇心を煽る結果となり私は数限りない朗読を強いられる羽目になったボーマルシェは朗読を強力な武器とし啓蒙思想が浸透していた貴族層にも支持者を獲得していきましたそして6人による検閲という前代未聞の手続きを経てついに 許可されるのです頑強に粘っていたルイ16世もついに市中公演を許可し1784年4月27日ついに初演を迎えるのですこの時の様子をコメディフランセーズの役者フルーリがこう回想しています切符売り場が開く10時間も前に全パリ市民が劇場の木戸口にやってきたようだった。 ボーマルシェにとっては何たる勝利だったろうか大騒ぎが彼の性に合っていたとすればものの見事にそれを起こしてくれた彼の背後に付き従ったのはいつもの芝居好きや物見高い連中だけでなく宮廷全体それも名家の貴公子や王家の王子方であったでは次にオペラ「フィガロの結婚」の台本作者 ロレンンダ・ポンテについて見て見みましょうオペラ「フィガロの結婚は」はボーマルシェの儀曲「フィガロの結婚」をもとに台本「ロレンツォ・ダ・ポンテ」音楽「モーツァルト」というオペラ史上最強のコンビによって誕生しました。そして「ダ・ポンテ」の回想録によれば皇帝ヨーゼフ2世を説得して「 オペラフィガロの結婚の上演を許可させたのもダポンテのようですではダポンテはどのように皇帝を説得したのでしょうか彼の回想録から見てみましょうただし断っておかなくてはいけないのはダポンテが自分の才能についてはうぬぼれが強く手柄を誇張する節があるため眉唾な部分も多いということですさらに ダポンテはやがてアメリカに渡り89歳まで行きますが、回想録を出版したのは74歳から78歳の時です。ヒガロの結婚の初演は1786年37歳の時ですから、40年ほど後のことなのです。それはともかく、ダポンテが語るところはこうです。そのようなわけで、 私はテクストの仕上げにかかった私たちは協力して作業をした私が市場を書き上げるや否やモーツァルトがそれに音楽をつけ6週間のうちに全ては完成したモーツァルトは今回はついていた劇場は新作オペラの不足を囲っていた私はこの好機を利用し誰にも相談せずフィガロを皇帝に個人的にお勧めした。ヨーゼフが ダポンテに言います。なるほどモーツァルトは器楽曲には実に優れた才能を持っているがこれまで書いたオペラは一曲だけでそれは特に見どころのないものだったがねフィガロの結婚を世はすでにドイツ劇団に禁じたのだそれに対してダ・ポンテが答えます「存じております」けれども私は音楽のためのドラマを書いたのでございまして喜劇を書いたわけではございません。 複数の場面を省略し多くの場面を思い切って短くしなくてはなりませんでしたその時に両族や礼儀に反するものは全部削除しまして陛下ご自身がおいでになる劇場にふさわしくないものは取り除きましたまた音楽に関しましては私が判断するところでは誠に並外れて美しい仕上がりと思われますこれを聞いてヨーゼフは言います そうか、そのような判断とあらば音楽についてはあなたの趣味の良さを信じテクストについてはあなたの最知と熟練の技を信じよう送付を官房書記に渡すように確かに繭唾な部分も多そうな男ですよねところでこのダ・ポンテという男一体どんな人物なのでしょうかフィガロの結婚の原作者ボー・マルシェも とてつもなく破天荒な人物ですがダ・ポンテもウィーンに出てきてモーツァルトと出会うまでボーマルシェに劣らず数奇な運命をたどっていますダ・ポンテの本名はエエマヌエレ・コネリア1749年3月10日ベネチア近くのチェネダ現在のヴィットリオ・ヴェネト市のユダヤ人の家系に生まれました現在ロレンソ・ダ・ポンテ街 と呼ばれる通りで、かつてはユダヤ人居住区、つまりゲットーでした。今でもヴィットリオ・ヴェネドの人たちはチェネダをゲットーのあったところと呼ぶそうです。父は革職人でした。エマネーレが5歳の1754年、母が急死、父、ジェレミアはしばらくして再婚を決意。 相手はカトリック教徒のオルソラ。ユダヤの立法は結婚はユダヤ教徒との間でしか認めていませんでしたしカトリック教会もキリスト教徒とユダヤ教徒との結婚は許していませんでした父ジェレミアが選んだのは自らがユダヤ人を辞めることつまり改宗それに伴いジェレミアはガスパーロ エマヌエーレはロレンツォと解明されました。この改修はロレンツォにとっては、人生の重要なモメントとなったようです。改修の儀は、決して教会内部でひっそり行われたわけではありません。それはカトリックの勝利の儀式でした。4日間にわたる街を挙げての祝典でした。祝報が打たれ、 続いて教会の鐘がチェネダの街に鳴り響きました司教を先頭にキリスト教徒たちは役人も町の貴族たちもこの小さな街を練り歩いたのですところでこの儀式を取り仕切った司教の名はロレンンツォ・ダ・ポンテそうですオペラ「フィガロの結婚」の台本作者 ロレンツォ・ダ・ポンテの名前はこの司教に由来するのです改修後ダ・ポンテはゲットを離れ新学校の寄宿舎に入りますしばらくするとファドバ大学から赴任してきた教師のカリアリ司祭のおかげでイタリア語の詩文が作れるようになりイタリア古典文学にも目を向けるようになります ダポンテは成績優秀でやがて生徒指導にも当たるようになりますが、そのことがいじめを生みます。反ユダヤ感情と内混ぜになっていじめは激しさを増していき、ついに彼は進学校を辞めます。そしてヴェネツィアに出て司祭になります。1773年24歳の時です。ヴェネツィア共和国は1797年に ナポレオンによって滅びますからその24年前すでに大敗的な雰囲気が色濃く漂っていましたこれはカナレットが描いたヴェネツィアこれはグアルディの作品ギャンブルも盛んでしたこのヴェネツィアで ダポンテは司祭となりますが、やがて女性スキャンダルを起こしてしまいます。1774年、ベネツヤを離れ、トレビーゾへ移り住み、新学校教師となります。イタリア文学と修辞学を教えますが、ここでもスキャンダル。一つは政治スキャンダル。発表した詩文が危険思想ありと告発されたのです。そしてもう一つは、 またもや女性スキャンダル人妻との駆け落ちに失敗し夫から告発されたのです1779年12月17日ベネツヤ共和国から15年追放処分の判決が下されますここからダポンテの放浪が始まるのですまずオーストリア領フリウリのゴリツヤに向かいます 生活は快適でしたが野心を満足させられずやがて知人のマッツォラを頼りにドレスデンに向かいますドレスデンは芸術の都と言われ建築も美しくとりわけ音楽が盛んでしたダ・ポンテはこのドレスデンで宮廷詩人となっていたマッツォラの手伝いをしますその中で、 あらゆる儀礼に関わる文書や祝の作成、翻訳、上演台本の添削、修正など劇作家の手法を習得しますダ・ポンテは、マッツォラのおかげで、1年以上の時間をかけて、同時代の台本作家に対する批評眼を養い、劇場の日常的状況を認識し、音楽家と歌手の台本に対する要求を知り、 特に劇作家の手法を習得することができたのです。ある程度生活に余裕ができると、またしても女性スキャンダル。意気投合したイタリア人画家の家に招待されて、食事を共にしているうちに、その妻の美貌に惹かれてしまいます。そればかりか二人の礼状にも好意を持ってしまいます。 危険を察知したのか、父親の画家は妻と二人の娘を連れて、市内から簡単に来られない田舎に引っ越してしまったのです。1782年、ダ・ポンテはウィーンに向かいます。この時、マッツォラから渡された一通の手紙が、ダ・ポンテの人生を大きく変えることになります。それは、 誰宛の手紙だったのでしょうかこの人物です当時ウィーン宮廷学長だったアントニオサリエリです映画アマデウスでモーツァルトへの激しい嫉妬に苛まれる音楽家として描かれた人物ですマッツゾラは 同郷の友人ウィンの宮廷学長アントニオ・サリエリ宛てにダ・ポンテの推薦状を書いてくれたのですそこには回想録によるとこう書かれていました「サリエリ君この短い手紙を持参する者はイ u ダ・ポンテです私だと思って最善を尽くしてくれ彼の心根と才能はそれに値するラテン語の聖句にある 我が精神の片方なり、と言うべき男です。よろしく。ウィンに何のつてもないダ・ポンテにとってそれはどれほど大きな価値のある推薦文だったことでしょうかサリエリは親身になってダ・ポンテの面倒を見てくれました彼が皇帝に目をかけられたのも オペラ界ひいては宮廷の内部に地方を築くことができたのも全てサリエリのおかげでしたサリエリはこの時代最も有名な作曲家の一人で皇帝と親しくかつマッツォラの親友だった彼はたしなみもあり博学でしかも教会の聖歌隊指揮者で文人との交友もあったウィーンについてからは この手紙を片時も話さなかった。これは時間が経つにつれ私にとって有利に働きヨーゼフ2世の寵愛を受ける最初のきっかけとなったそして1782年の初春ついにヨーゼフ2世謁見の機会が訪れます誰もが言っていたヨーゼフは皇族の中でも最も人間的で心優しい人であると。 とはいうものの、私は陛下の前に出るにあたっては、大変な緊張と恐れを感じないわけにはいかなかった。陛下は私に種々の質問を下された。私はすべての質問にできるだけ簡潔に回答し、それがまた陛下には気に入られたようであった。最後に皇帝陛下は、「これまでに何作ぐらいオペラ台本を書いたか?」と聞かれた。 私は正直に答えた。陛下、皆無でございます。結構結構、と皇帝はおっしゃった。では、我らは、諸女のミューズを手に入れたわけだな。うーん、本当ですかね。ただ、ポンテが優れた台本作者であったということは、よくわかるエピソードです。